こんにちは、ミッドエース侍です。佐藤です。久木です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。久々のミッドエース大阪リックエース紹介やっていきたいと思うんですけど、今日は夏のリックかっこいいじゃないですか。夏のリックかっこいいじゃないですか。はい、違う。そうなんです。なので夏のスタイル講座みたいなのを今回やっていきたいなと思いまして、まあ僕らも結構私物で本当に愛用させていただいてるんですよ、はい、っていうのでちょっと今日は全員一回私服のリック着てみたんですけれども、はい、僕はベラポッツ、まあこれしか持ってないのでまだめっちゃ履いてます。夏もう1週間全部これの日もあったりなかったりっていうぐらいで、そうなんですよ。休みの日も休みの日もこれであのスーパー行ったりとか、普通に梅田出てくるときもこれやし、めっちゃ愛用してます。まあ、リック休みの日一番履くもん。そうです。まあちょっと高いんですけど、履く頻度とか考えると本当買ってよかったなと思ってて、そう、もっと取れると思う。そうですね。で佐藤くんがこの僕もボツこれしかないです服は。あ、これしかないですけど。何年選手ですか。もう1年ぐらい。1年は経ちましたね。おお、はい、ただ短パン、ね、そうですね。もうやっぱショーツでしょっていうのがあって、そうですね、ポツをずっと入ります。もうめっちゃ楽ですしまあどんなスタイルでもハマるっていうのがいいですね。これはさ、弟ね。弟なんです。譲り受けた。まあ実際あのなんか買ってはないです。タナボタリックで夏を過ごしてるとそろそろ欲しいと思う、はい、もうそろそろ買いたい。で、先生は春夏秋冬ですもんね。そうですね、春夏秋冬。春夏秋冬特別リックじゃないんだよリックじゃ島村なんで。いやいやいや、全部島村で買いました。そんなはずないです。夏特にね、やっぱり軽装になりがちなんですけれども、それでいてかっこいいリックエースのスタイルっていうのもありますので、まあなんか模索していきたいですよね。はい、いろいろちょっと別に正解はないですよね。僕らはこれいいなみたいなのをちょっと今回ご紹介させてください、ぜひ。じゃあ今回はモデル役佐藤君、僕カメラマンで、ふさきさんにまあこれいいよみたいなのを、はい、ご説明いただきながら行きたいと思うので、どうぞお付き合いくださいませ。お願いします。ありがとうございます。まあ、夏のリコメンドスタイリングということで、はい、これはですね、ちょっとテーマ的にやっぱシチュエーションがこれからだいぶ大切になってくると思うので、ほんと少しコンビニとかなんかそういう時のイメージで作り上げてます。で、まあ、佐藤君身長体重何分でしたっけ。175、58ぐらいですか。何何175。はい、あ、そう。メイウェザーよりちょっと身長高い。メイウェザーそんなに。あ、メイウェザー173センチ。あ、そうなんだ。俺一緒なんだってちょっと思ったんですよ。いや、意外ですよ、確かに。戦えるなと思ったんですよ。いや、ちょっとこうじゃないかなそれはいいんですけどっていうところがあって、で、なんで、まあ、これおうち時間でこのスタイリングだと思うんですよ。はい、そうですよね。ポッズに、あ、先に言ってた8万1000円ですね、ベラで。で、タンクが3万6000円に、このぐらいで多分おうちでリックの方だといらっしゃると思うんで、で、こう、そう、ちょっとなんでね、ラリーとかある方はそれ着ていかれたらいいと思うんですけど、ちょっとファッション強度強すぎてコンビニ来られたよね。店員さんもちょっと怖いよね、と思っちゃって。まあまあ。うん。だからそれならこのね、もうちょっと落ち着いた素材感の603の、まあ、お値段も1万円で、でなんかこう洗わなくてもいいじゃんみたいな服もあった方がいいんでっていうので、サンダルでお出かけ。サンダル、サンダルにこのサンダルもこれも全部結ばんでもかっこいいもん。はい、リクエストドクターマッチですね。どう、全部締めない方がよくない。まあ、いや、これでいいと思う。面みたいな感じになってるんだ、この方が。で、佐藤君の私物のネックウォレットを入れつつ、で、お出かけしてもらう、リアルにお出かけするときはエコバッグ、まあ、今もエコバッグいりますからね、はい、うん、エコバッグ入れて、この帽子をかぶって、帽子かぶってサングラスしていけば、はい、メガネかけてていいよ。あ、本当ですか、うん、ちょっと僕似合わないかなと思って。いや、全然いいはずですよ。いいはずしかあるよ。本当ですか、うん、家でゲームしてるかあるの目悪い人のリアルな感じでいいと思いますよ。まあちょっとそこまでシチュエーションっていうコーディネートでやっておりますので、ちょっとアクセサリーも抑えめに作ってます、はい。まあ、夏のスタイル講座ということで、ベースはでもこのタンクにベラポーツって、うん、まあ、リックオンエス自身が基本的にされてるようなスタイリングで、ちょっとミッドウェストなりに味付けしてみましたという感じですね。でも日本のね、やっぱ中でこれでちょっとね選べこられるとさ、ちょっとまあ限られます。
うん、ちょっとね、いける人も少ないと思うんで、それならまあ1枚羽織入れてもらったらいいなと。まあ、T シャツはもう分かると思うんで、でもやっぱり今ブラウス合わせる方がウィッグのなんていうの、このスポーティー感は逆に生えてくるっていうところだよ。ああ、603が入ってなんか日常にぐっと近づいた気がしました。あ、本当に、はい、そうですか。そうです。いいっすね。はい、佐藤のいいです、いただきました。では続いて2番目、まあ、佐藤君に代理寄せたイメージにつきしてあるんで、はい、あ、次ですか。そうです。で、これはだからちょっと家からちょっとだけしか出てないみたいな。はい、はい、いやもう本当にコンビニぐらいですか。あの、まあ、往復で15分ぐらいのイメージ、そんな感じのイメージです。はい、じゃあシチュエーション2つ目ということで、はい、これはあのさっきがまあ15分ぐらいだったら、まあ、これは2時間ぐらい家出るかなみたいな。まあショッピングとか、ちょっとお茶飲みに行くとか、なんかこう、まあ、もうちょっと遠いところ。お出かけ感が出てきましたね。ちょっとお出かけぐらいの感じ。ちょっとまあ、まあ、都会出てこれるかなみたいな感じで。で、リックの着用アイテム、まあ、さっきの、まあ、タンクトップ残し、タンクトップ3万の300円残しの、あの、トラックパンツの12万円入れて、まあ、今日は歩くということで、あと、まあ、サンダルで入るようなお店やったら嫌なんで、リックマーチンの。4万5000円に入れてます。オープンカラーにしたらちょっと夏らしくなるかなっていうのと、小物で味付けしてください。小物がやっぱり夏場重要になりますんで、まあ、何でもいいです。なんか適当にいっぱいつければ、もう値段じゃないんでセンスですから。そうです、はい、たくさんつければいいです。これもうだってこの、あのリアルにラグのあのこれが一番高いぐらいの感じでね。6万円ぐらい。これも何でもいいです。こんなバッグも、はい、トートバッグ700円はいいっすよ。これマジでリアルな休みの僕っすね。このあ、そう、このまあ これぐらいにしますけど、いつも高さは。あ、そうです。靴のバッグついてたもんね。はい、あのラフのランナーの靴のバッグをいつも最近使ってるんで。でリラックスですかね。そう、はい、なんかリラックス。ちょっと僕は動くっていうのもありつつ、はい、リラックスの姿勢にしてますよ。はい、どうですか。まあ、でも言っちゃなんか今のところ馴染みがありますもんね。馴染みがあるでしょ、はい、なんかそういつものにプラス100ぐらいなんか強度を乗せたぐらいの感じ。僕全然意味が分からないですけど、まあ、シャツ合わせるとやっぱ安心感ありますよね。そうですね。 T シャツになったらなんかこういつもとリックっつっても変化がつけづらいんで、うん、かといってなんかもうバチバチのイメージもあるでしょ、はい、ガーゴジョグにノーカラーもいいんですけど、はい、なんかちょっと個性をやっぱりね、はい、入れていきたいなっていう、まあ、うちのミッドウェストのっていうことなんで。これリベールです。ちなみにすみません、半袖シャツのご紹介させていただきました、はい、新作で入ってきましたので、リベールのタイダイシャツ、はい、めちゃくちゃ可愛いです。おお、後ろもかっこいい、ね、うん、これ、うん、なんか素材感がすごいマッチしてる感じしますね、この。そうそうそう、あ、これはなんかちょっと素材でよく気づいてくれました。はい、素材感を変えてみました。で、はい、こんなの履いてきていないから都会でリック着てる人にすれ違っても、あ、あいつやるやんって、うん、やるやんってなる素材チョイスで、分かんないし、はい、なんか女の人でも分かんなくていいかなぐらいに思ってもらえたんだ。はい、リックのこういうハイエンドなちょっと夏もいい素材に他社のブランドでこうまた合わせていくみたいな、はい、スタイル的にかっこいいですよね。まあ、ちょっと普通っぽいスタイルしてます、はい、すごくこれもおすすめです。で、次はもうちょっと遠いところ行ってみようかなと思ってます。思ってます。はい、じゃあ行ってみましょう。行きましょう。じゃあシチュエーション第3ということで、はい、もう少しあの距離を伸ばして、今回はイメージ的には夏のアウトドアです。おー、アウトドアということで、おすすめポイント的には色をね、リックはやっぱね色がものすごくいいデザイナーなので、基本デニムに合う、まあ、色に作られてるので、どんどん普段着に持ってきていただいてもいいんですけども、今回はこのバーガンディにダークダストっていうスタイリングで、ちょっとアウトドアって言ってもまあ山かな。ああ、確かに、うん、山っぽい。タモイルってね、短パンで行きたいとこですけど、やはり長袖長ズボンで行った方が安心。そう、不審されるんですか。で、気温の変化もあるし、こういうちょっと羽織り物は行った方がいいですよっていうことで、これちょっとそれ開けたり閉めたりしてみてもらって、入れたら今度はいい。そうです。上がだいたい11万7千です。で、レベルティ3万5千に、バーハウスカーボで12万8千です。そんな格好に行くかみたいな話なんですけど。ちょっと靴だけ、あの藤崎さんの私物のスニーカーと採用させていただいて。なんか本当もうそれは普通の
はい、スニーカーでいいところなんで、はい、ちょっと秋冬また入ってくるのでぜひ見に来てください。告知させてください。すいません。ほいで帽子とサングラスもいるし、多分これから皆さんそのリアルにこういうシーンが出てくると思うんですよ、時期的に。そういうのをビッグオエンスで選んでいただくっていうのもなんかいいんじゃないですかね。にバッグは大したやつ持っていかないと思うんで、靴買った時についてくる袋で、はい、行ってもらえれば。夏来るよ、来ますんでね、はい、本当にこういうスタイリングが。シチュエーションで買う素材を選ぶっていうのも結構いいかもしれないですね。なんかこういう、うん、まあ、てか増えてくると自然といろんな合わせをするようになってくるんで、うん、最初の時期は多分ね、あのぽつり何かっていうベタな感じになってくると思いますけど、こういう色の面白みとかっていうのが出せるようになってきます。行くところによって色変えてみようかなとか、素材変えてみようかなとか、本当にファッションの楽しみの部分になってくるんで、ね、はい、それでいてテンションがちゃんとこうファッションでも上がって、遊びに行くことでも上がるっていう、すごい存在感ですね。でもこの色味落ち着いてるのに、うん、やっぱリックだなっていうのは。どうですか。僕この色めっちゃ気に入ってる。この色とこの色の合わせね、まあ、素晴らしい色の合わせですけど、もうジッパーでやってますからね。ああ確かに、もうこれな、ジッパーでもそういう演出をしてての、はい、天才っすね。天才っすね。天才。それだけ手間がかかってるで、毎回値段が定番物でも落ちません。もうリクはもうで、今回はちなみにグレーになってますから、ジッパー、まあ、その辺も好きな方はもうすぐ気づいちゃうと思うんで、だから逆にジッパーが気に入るシーズンでいっぱい買うっていう人だってもういるぐらいですから。ああジッパーの色のもう今年はブラウンだから逆にいらないっていう人もいていいと思うし、ついグリーンだからし、なんかそういうグリーンないじゃん、なんかそれぐらい好きになってもらえたらいいなみたいな感じの感です。これだからちょっとさらに一泊です。一泊、ああちょっと距離伸びていってですから、はい、していました。ということでシチュエーション4は、まあ、やっぱりね、夏体鍛えないといけませんね。鍛えてますか、ずっと。全然鍛えてない。そうでしょうね、鍛えたいっす。ダメだよ、ゲームも反射神経いるでしょ。いりますよ、ゲームなんて特にそうです。全然やってないじゃないですか。やってないです、もうゲームしかしてないです。画面に向かって座ってるだけです。何が鍛えられるの。っていうのはいいんですけど、まあ、トレーニングとかいうのがテーマでして、はい、トレーニング、まあ、もうリックはタープティーと行くまでの、あ、タープティーがすいません3万5000円です、はい、でね、で黒はちょっとなんかモード感出ちゃうんで爽やかなネイビーでハッスル感出してみました。ネイビーに白の掛け合わせ603のショーツです。もう超変えて書いてるんですんで、に、まあ、足元ねそのぐらいさらっていけるトラクターサンダル、まあ、16万円しちゃいますけども、かっこいい。これさっといって、でここにバッグ、あのシューズが入ってるみたいな、スニーカー入ってる、スニーカー入ってるっていうイメージで履き替えてもらって、そうですそうです。でこのままちょっとブートしよう。そうですそうです。でなんかバンダナ巻きしたいなっていうのがなんかあって、これあのジョギングの時はこう巻いてもらって、そのままこう、そう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 、なんていうの、マスク代わりにしてもらって、有酸素運動。ちょあのマスク代わりにして、でこの上にこういうヘアバンっていうのも、あ、このトントンにするのがなんか今気に入ってるんですけど、僕、まあ、用意しないんで恥ずかしいからですけど、その時に似合うみたいな、そういうネイビーでここは全部合わせるっていうのがチャームポイント、当てて、あ、おすすめポイントみたいな感じです。どうですか。いや僕結構普段でもちょっとしたい派ですね。あ、本当、運動以外でもちょっと挑戦したいです、僕は。あ、本当、まあ、リックみたいなところは、まあ、もうここと、ね、見る人が分かれば、もう一目瞭然のものタープティーっていうところ。これ、鍛えれば鍛えるほどかっこよく着られる T シャツなんで、そうそう、鍛えれば鍛えるほどかっこよく、あのラインが見えてくる T シャツっていうので、今回は、これはちょっと空きが広めで、肩も少しかかる具合っていう感じですね。マッスルタイプもありますけど、今回、これは。リアリティが結構あるみたいな、ね、これ僕も挑戦しやすいですね、このターン、あのノースリーブだったら、うん、さっきのあのがっつり肩見えるのはちょっと僕苦手で抵抗感あるんですよ、あんま着たことない。これはあの
T シャツばっか着てる僕でもあのここまで肩をかぶってくれるなら安心感があります。鍛えてる人は多分どん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 こう来る方がやっぱこうなるかっこよさもあるんで、そこら辺はあのこの自分の体型に合わされて、そうこのシーズンはまとめ買いしといた方がいいなっていう時もありますからね。これで暑ってなったらもうサングラス、そうそうそう、最高にかっこよくない？いいですね。まだこの短パンの丈もなんかリックのムード盛り上げてますね。あ、そうね、リックのやつ長いのありますけど、はい、あ、リックも短いやつありますけど、ちょっと運動するときね、ここも塩吹いちゃってるね、ちょっとなんかダメだと思うから、そう、うん、ちょっと洗えるやつにしてみました。はい、ハンター603を採用しております。はい、で次もうでラストっていう感じで、ラスト次はちょっとどこ行こうか今考え中です。はい、皆様予想してみていただいても面白いかもしれないので行ってみましょうか。はい、シチュエーション5としてこれはあのオフ会です。はい、で1個目最近ね SNS コミュニティでしょ。そうですね、リックが好きな方がこう集まってオフ会でったりみたいな、オフ会でつなぎ買っちゃったよの会です。はい、ついに買っちゃいました。お披露目ですね。オフ会でつなぎ買っちゃった、おあ、佐藤君つなぎ買ったんだみたいな感じだよずるみたいなやついいなみたいな、そう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 、で書いて48サイズです。48万4000ね、ゲイリー。はい、でまあこれまあ UC でね、オフ会の時はやっぱりこのぐらいちょっとやっぱり強めで、そうですね、 JA で行くとはね普通の T シャツじゃなくてこのスケーターズリックで行きましょう。はい、ね、毛は気にせずで大丈夫ですね。そしてねオフ会の時にあの撮影フィニッシュ行くもんね。はい、夏の時はやっぱりこうテーラーやってやって、まあ、みんなメモリアルでねこんな格好してたなっていうので写真残しますので、かっこいいコーディネートでバシッとで、ね、差別化するファッションっていうのがやっぱり大事ですよね。あ、こうグイーンできる前髪も全部、うん、このイメージで佐藤君も深いめっちゃかっこいいクロロみたいになってるやんリックコネスのなんかねランウェイ歩いてるこうアジア人モデルかのようなだって、まあちょっと降りてくるなら、はい、これがちょっと固定して、まあ、こんな感じですね。そう、うん、オフ会はぜひこれで気合い入れてバチッと臨んでいただけると、そうそうそう、つなぎ買ってきたような会、はい、でミッドウェストへちょっと見に行こうか新作みたいなノリで集まられる方が多いのではないでしょうか、はい、という感じで夏のオリンピック、夏をコロナ禍の夏を盛り上げるんだったから、それ前の企画がまあでもそうですよ、まあ、夏を楽しむリッコエンスのスタイル講座ですね。スタイル講座、はい、リッコ本当いろいろ、まあ、ベースがいいのでいろいろできるので、はい、なんかこの定番的なスタイリングに飽きずに、はい、ご自身の持ってるパーソナルをどん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 盛り上げるものを作っていければと思います、はい、そうですね。でまあそれに今回は僕らのパーソナルな部分で編集しながらご紹介させていただきましたということで、いいよ普通にかけてみて普通に、よし、はい、ぜひ皆さんどのシチュエーションがお好みだったかなんていうのもご意見いただければ嬉しいです。はい、高評価とチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。今回もお付き合いありがとうございました。ありがとうございました。